はい、どうも、ウズです。富士フィルムの X Pro 3、とりあえずちょっとね、1日外で使ってみました。ただね、使ってみて思ったのが、まあ、X Pro 3なんですけれども、1日じゃね、全然ダメですわ。すごい楽しいカメラです。もう、使ってね、すぐに分かったんですけど、スナップ写真が、相性がいいカメラではあるんですが、そのスナップ写真に関してめちゃくちゃやれること選択肢が多いカメラになってます。まあ、先にねちょっと触りの感想を言ってしまうんですけれども、私スナップ写真用としては、まあ、スマホが一番ね使いますけれども、やっぱり趣味カメラとしてはこの GR3 というのをよく利用します。特にモノクロ写真をこれでパッパパッパ撮るのが好きで、いい写真も撮れるのでよく使うんですが、これは本当に何も考えず、ただシャッター切るだけ、取り出してシャッター切るだけ、そういうカメラ。まあいろいろできるんですよ、いろいろできるんですけどね、この GR3 も。もうでも主軸としてはもう取り出してサッと撮るカメラ、それがリコーの GR3 っていう私は印象なんですけれども、富士フィルムの X Pro 3はもう首から下げといたり、まあすぐ取り出せるカバンに入れといたりして、まあ取り出して、まあ写真は撮れます。ただその撮る時の写真もどんな形で撮ろうか、どういう風に撮ろうかってちょっと考えさせられるカメラなんですよ。そこが面白い。で、なんでそういうことになるかっていうと、はい、今ここにフィルムのモードが出てると思います。これを、まあ、切り替えられるわけですね。はい、こういう形でベルビアとかスティアとかこう、フィルムを入れ替えられるんですが、これを何で撮るかっていうのをちょっと考えちゃうんですよね。まあ、もちろん固定して、毎回クラシックモードで撮るとか、そういうの決めていたら、まあ、それはそれで簡単なスナップシューターにもなるんですけど、本当にね、いい絵が結構ね、いろんなモードでいい絵が撮れちゃうんですよ。だから、いろいろ試したくなっちゃう。いろいろ試したくなっちゃうんですよ。で、同じモノクロにしても、結構粒状のね、粒子が結構出るようなモード、自分で調整できたりとか、そういう細かい設定までやれてしまうので、こだわるととことんこだわれるカメラ。で、また憎いのが、このファインダーモードですよね。このカメラの一番の特徴の、光学ファインダー、あと電子ファインダー。前面にある爪の部分、ここを動かすことによって切り替えが可能なんですが、これをね、どっちのモードで撮るっていうのも結構悩まされちゃうんですよ。まあ、仮に正確に何かを撮りたいって時は、やっぱり電子ファインダーにしておく。そうすると構図も決めやすいし、完成の色も画面で見えるので分かりやすい。ただ反対に、このカメラのいいポイント。このカメラっておそらく、プロのカメラマンの方、仕事でね、毎日毎日、こういった一眼カメラでビシバシビシバシね、失敗を極力少なくするために撮影してるプロの方たちにとってはめちゃくちゃ魅力的に映るはずなんですよ。だって遊べるんだもん。すごい遊べる。これはよく私が話したことのあるカメラマンの方、プロの方からよく聞く話で、プロのフォトグラファーの方って遊べないんですよね、撮影で。だからポートレート撮影とかするときも絞りを開放にして作品撮りっていう風な撮影方法を試みる、遊ぶっていうことが多いそうです。そんなね、常にカメラをね開放状態にしてピントがしっかり合うかどうか分かんないっていうね、綱渡り状態で企業のね、その従業員の写真みんな撮るとか集合写真撮るとか、そんなことありえないので、そういったポートレートとかの時には普段やらない設定で遊ぶっていうのがやっぱり気晴らしになるし楽しいそうなんですよね。そう考えてくると、まあライカもそうなんですけど、この富士フィルムの X Pro シリーズはもう最適だと思います。私ずっと趣味で撮影してるから逆にね、なんでこんなテンション上がるんだって感じになっちゃうんですけど、 X Pro 3は光学ファインダーのモードで撮ると、その光学ファインダーの変なところに、変なとこでもないか、まあ中央なんですけど、中央に四角いフレーム、白いフレームが出ていて、その白いフレームの中が撮影範囲なんですよね。すごくなんかね、構図をね一見決めにくい。これがね面白い。で、これわかるかな、あのファインダーのとこに小窓が出るのわかります？これ小窓で消す、出すという変なものもありまして、要はその光学ファインダーの右下の隅っこのところにちっちゃい電子ファインダーが置けるんですよ。こちらの光学ファインダーで見てる時ってピントがちゃんと合ってるかどうかわからないから、それを楽しむのも撮影のスタイルなんですけど、やっぱりちょっとピント合ってるか確認したい、そういった時にその小窓を出すと、小窓のところにピントの測距点が合ってるところの映像が映るんですね。なので、それでピントがちゃんと合ってるかどうかの確認が取れるっていう。まあ、面白い。こんなカメラないもんね。はい、といったところでちょっとね、いろいろ熱く、ほんとすごいいろいろなね、なんか魅力があってしまったカメラなので、
まあ、ちょっと話すと長くなっちゃいそうなんで一回ここで押さえて、あの大雪の日にね、あの国見峠を通って新潟行ってきた時の映像をちょっと流したいと思います。ただ今回ちょっとそんな撮れたがなかったです、すいません。あの食べてるシーンが一番多くなっちゃったかな。ちょっとね今新潟方面に向かってね走ってるんですけど、ここでちょっといい景色がねあったからね、ちょっとシャパって撮ってみようと思います。富士フィルムのカメラでシャパってね。これ昔もう13年ぐらい前ですかね、スノーボードよくやってた時に着てた服なんで、もうね全然防水効果ないんですけど、まあないよりはいいよね服ね。スノーボードのウェアですね。はい、でお昼の方は魚沼の里というところにあるお蕎麦屋さん、長森っていうところで食べました。すごいね古民家風の作りでめちゃくちゃねかっこいいお店でした。でいつものようにカメラいじってますねこの辺定番ですね。で、頼んだのがエビ天そばとおすすめされた稲荷で、麺の方はねすごくこうなんだろう、そばの感じがすごい出ていて非常に食べやすかったです。でそばもね時期によってなんか変えるって言ってたかな。新そばの時は地元で採れたそば粉を利用してやってるそうなんですけど、なんかね基本的には北海道産の風味豊かなボタンそばと北早生っていうのを使ってるらしいです。でも自分で言うのもなんですけど、こう食べてるシーン見るとねやっぱりすぐまた食べたくなっちゃうね。これが動画の怖いところだよね。うん、食べたくなる。でねエビ天を頼む前にねニシンとちょっと悩んだんですけど、今回ちょっとエビ天にしました。ニシンそばも食べてみたかったな。でお稲荷さんもね程よい甘さでとても食べやすかったです。うん。で出入り口のところがすごい低い戸になっていて、かがんで入らないといけないっていうところもまた面白かったですね。いややっぱり雪の中ね温まりますね、あったかいそばね。それにしてもやばい、ご飯食べる前にちょっと晴れたんですけど、ご飯食べたらまた曇っちゃった。でも雪は今止んでる。ちょっと取っていこうかな。ちょっといいとこありましたよ。ここで動画ちょっと編集していこう。はい、といったような形で、新潟での撮影はちょっとね思ってたより雪が多くて、ほとんどね国見峠を車で走ってる時は目の前の車が見えなくなるぐらいね雪が待ってしまってて、ちょっと怖かったです。はい、ちょっとすげえ怖かった。もうほんとね前走ってるバスにすごいくっついてね見えなくならないように頑張って走っちゃったよ。まあ、慣れてる人はね平気なんでしょうけどね、たまにしか行かない人は怖いっすわ。で今回初めてこの X-POS3 を持ち出して撮影して、自分なりにやっぱダメだったなって反省点がありまして、何かっていうと、このカメラの楽しみ方は事前にヨドバシカメラでねお話した販売員の方に聞いていたんですよ。まあポイントとしてはこの背面液晶、これが見にくい形で作られているので、もうとりあえずファインダー覗いてどんどん撮っちゃう、で失敗してる写真も楽しみましょうっていうスタイルがこの X-POS3 のはずだったんですよ。ただ私撮影した後に心配になっちゃって、もう常々ここのね液晶、背面液晶でね撮った写真確認しちゃってたんですよ。あ、これダメだなと思って、やっぱね失敗写真も入れとくべきなんですよこの中に。でもあれもしかしたら ISO 感度が、あれもしかしたらここの露出がって思っちゃって心配で見ちゃう。まあ今ねそれが普通なんですけど、普通なんですよそれはね、それが普通。でもこのカメラを使うのに関してはちょっと楽しみ方が違ったっていうのをちょっと反省してます、今回の初日の撮影。まあそれでもねずっと一緒にねこう車の脇にね置いといてね
楽しかったカメラです。でこちらエクスプロ3使ってておっと思ったのが、 ISO 感度の設定がマニュアルでできないって最初思ってて、そしたら面白いんねこれね。ここにシャッタースピードを変えられるダイヤルがついてます。でこれはここのロックを押しながら回せば変えられますね。でその内側にここに ISO 感度の調整設定みたいなものが今 A オートになってまして、これどういう風に変えるんだろうってずっと思ってたんですよ。まあ、説明書見たらよかったと思うんですけど、ちょっと送っていただいた箱に説明書入ってなかったのでちょっと確認できなくて、まあ電子で見ればいいんですけど、これね面白いの、ここをこうほらほらほらプニュプニュってこれ浮くの、浮かして回すの。これさ、昔のクラシックカメラってこうだったよね。思い出したんですよ。昔親父が使ってたカメラ使った時にこういうダイヤルがあった気がする。はい、それを使っているので、これ浮かして ISO 感度変える面白い、ほんと面白いカメラですわ。これはすごい、まあ、すごいなんかね過去に戻った感じ。はい、でそんなエクスプロ3なんですが、ちょっと気になった点としては、まあ、富士フィルムのカメラ全体に言えるのかな。だってこれ XT3 と同じね、中身してるからね。撮影面に関して、あの高感度の撮影はあんまりやっぱり強くないですね、富士フィルム。あの夜景もちょっと撮ってみたんですけど、今日ちょっとあんまりいい写真にならなかったのでサンプルで出せないんですけど、 ISO3200 でも結構ねノイズがザッて出てきてた気がするんですよね。もう6400とかいくともかなり厳しい。なのでここ最近のソニーとかニコン、キャノンなんかが出してるカメラみたいに感度を12800に上げてもバッチリですよみたいな、そういうシーンは非常に限られてくるかなと思います。まあ、それこそ富士フィルムの得意なフィルムシミュレーションでそのノイズ感のある写真を作るっていうやり方だったらマッチングするかもしれないんですけど、ちょっと高感度は普通に撮る場合、まあ、苦手かなっていう、まあ、センサーのサイズの影響もあるかもしれないんですけどね。 APS-C ですし、はい、そういうところはちょっと感じました。あともう一つ、使い始めてすぐ気になったポイントあったんですけれども、これはね X Pro 3だけじゃなくて他のカメラでも結構あるんで、動画でね喋ってることあったと思うんですけど、なんでこれをしてくれないのかなっていうのがすごくあります。カメラって右グリップのところに露出補正ダイヤルを持ってきてるタイプが多いんです。ソニーでもこういうモデルあります。でこの時にここのダイヤルがすごく動きやすいね、これ動きやすいんですよ、すごい。で今回も雪の中さっとこれをね取り出して、まあファインダー見てシャッター切りました。そしたらちょっと画像を確認したら暗いんすよ、すごい絵が。あそっか、ここだと思って露出補正ダイヤル見たらもうマイナス2あたりにね回っちゃってて、回転しちゃうんです、ここが回転しちゃうんです、富士フィルムさん。だからこの形式を取ってるメーカーって必ずここでね親指で露出補正って一番、まあ一番とは限らないけど非常に使うダイヤルなので簡単に切り替えられるようにしてると思うんですけど、ロックつけてほしいんですよ、ロックボタン。まあロックのなん、まあロックですよ。そうすれば回しやすいし、使わないときは勝手に回らないしなんですけど、ほんとここ回るのすごく、ロックはもう常につけてほしいっていうのが私のちょっと思いです。まあ、決してキャノンの良さあるがいいカメラとは思いませんけれども、まあ、使ってて言うのもどうかと思うんだけど、親指ダイヤルはあるんですけど、それがしっかりその回りにくい位置、そしてこのくぼみだね、工夫して作られていて、これ多分キャノンすごい考えて作ってるんだなって感じるんですよ。ダイヤルが勝手に回んないようになってる、まあ、そこの部分を今後ちょっと改善していただけるといいなって思います。まあ、富士フィルムさんだけじゃないんですけどね、まあ、むしろわかんないですよ、むしろこのスタイル、このくるくる勝手に回っちゃう方がいいよってスタイルの人がいるかもしれない。そしたらごめんなさい。で今回は1日まだ使っただけなので、このカメラをね1日使ってそんなにどうだこうだって本当は言えるものじゃありませんので、ちょっとこの後3日ほどまた外に出るんですよ私。それなので3日間ちょっと肌身離さず使わせていただいて、いろいろとまたスナップ系、あとレンズ試してないじゃん、一緒にお借りしてたこの18-135のレンズ、これも、お出かけしたその3日間でね試して使ってみてどうなのかっていうのを試してみたいと思います。あーこれはこれでまた全然変わるなちょっと待てよ、レンズが飛び出せば飛び出すほどここの光学ファインダーにレンズが映り込むんだね。そりゃそうか、物理的にそうだよねこれはどうなんだろう、ちょっとまたいろいろと話ができそうです。はい、今回は富士フィルムの X Pro 3、とても独特な個性のあるカメラですけれども、
1日フルに使ってみて感じた感想をまずは話させていただきました。でこの後また外でねちょっと使う機会がありますので、それで改めてズームレンズやあと 35mm レンズのことをさらにお話していきたいと思います。普段からカメラの話結構多めなんですけれども、いろいろなガジェットを紹介したり、あとは好きなゲームの話をやってる YouTube チャンネルになります。初めての方はぜひ他の動画もちょっと見ていただいて、気に入るところがありましたらチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。でも新潟行って撮影した時にもうなくした手袋が結局見つからなくて、コンビニでね手袋を急遽代用品買ったんですけど、やっぱり雪降ってる中とかでね写真撮ってると手袋はね必須ですよね。なくてもなんとかなるんですけど、それも長い時間じゃないねやっぱり指が痛くなっちゃうもん。はい、なんか撮影する時にね必要なものってね、その装備だったり、まあその移動のお金だったりね、まあなかなか気軽にね行こうと思っても厳しいところありますよね。まあ特に時間ですからね、移動がねすごいかかるからね。はい、その分ちょっと自分は動ける時間を使っていろいろ撮っていきたいと思います。まあでも持ち出すのが楽しいカメラです。本当に久しぶりだねこういうなんか遊べるカメラ。